伊勢神宮内宮、別宮大和姫宮の大三家1990年、平成の大上祭新滑祭りは、宮中祭祀の一つ、大祭、また、祝祭日の一つ。新滑祭りは、天皇がその年に収穫された神国などを、天神地義に備えて、感謝の報告を行い、これらの備え物を神からの賜り物として自らも、食する儀式である。 毎年11月23日に宮中三殿の近くにある新家殿にて取り行われる。同じ日に全国の神社でも行われる。なお、天皇が即位の礼の後に初めて行う新滑祭りを特に大上祭という。日本では古くから各地で五国の収穫を祝う風習があった。また、宮中祭祀の中で最も重要な祭事として古代から行われてきた。 引き神話に、大乗あるいは、ニーナメの記述がある。ニーナメに関する記録の中で、最初のものは、日本初期、神武天皇即位前期の次の記述である。すなわち、乳の川上の五百個の新酒地を抜け取りにして、初心を祭りしたもう。これより初めて元王の受けあり。時に道の尾む命に直すらく、今高み結び尊をもって陳、親ら犬祭を作さむ。 何時を用て採取として、熟るに玄美目の豪を持てせむ。そのおける葉に、王を名付けて玄王とす。また、火の名おば玄高麗神なりとす。水の名おば玄水はめのとす。糧の名おば玄塔魂女とす。焚木の名おばイカ山神なりとす。草の名おば玄野シとすとのたも。冬十月の騎手の一日、天皇、その玄王の糧を、かつて下巻いて、 兵を六へて、いでたも。まず八十武を国見急に打ちて、破り起りつ。日本初期巻、第三巻山といわれ彦の天皇二位なめの子を、用いた、記録の中で最も古いものは日のの日、日本初期、仁徳天皇四十年上にゼルし、二位なめの月に、通りて、宴会の日をもって、酒を、外名部等に、玉物布。日本初期巻、第十一大晦沙在天皇とある。 新滑祭りの儀式の中に、弥生時代に起源を持つと考えられるものがあるため、その原型は弥生時代に遡るという説もある。伊勢神宮の神事の形式を取り入れていき、また、皇位継承儀礼に組み込まれながら、宮中祭祀として続いてきた。御花園天皇の干渉4年に行われて以降、応仁の乱や朝廷の急防により長らく中断していたが、 東山天皇の元独元年に、霊元上皇の強い意向により、二名なご祈りという形で略式に再興に、大上祭も再興している。ただし最上となる、新家伝がないため、四神伝を代わりの場として用いた。ついで桜町天皇の元文五年に、元の形に復興し、皇格天皇の完成三年には、代理の造営に伴って、新家伝が再建された。 その年以来現在に至るまで毎年続けられている。明治5年から新滑祭りに合わせて神宮に直視が使わされるようになった。明治41年9月19日制定の皇室祭司令では大祭に指定。同法令は昭和22年5月2日に廃止されたが、以降もこれに則っ,って新滑祭りが行われている。平成十五年十二月十三日。 宮内庁は、当時の天皇誕生日に際して初めて、新目祭りの様子の一部を映像で公開した。新目祭りまで新米を口にしない風習が古代からあったが、第二次世界大戦後に衰退した。明治六年の改暦より以前は、太陽体陰暦の11月の2のうの日に行われていた。改暦の年である明治六年に、旧暦で実施すると翌年1月になってしまうため、 グレゴリオ歴を採用することとなり、同年11月の二のうの日にあたる11月23日に行われた。11月の二のうの日は11月13日から11月24日の間で毎年変動するが、翌年以降も毎年11月23日に行われ、今日に至っている。また、年中祭日祝日の休暇日をテーム、及び休日に関する件により、 明治6年から昭和22年まで同盟の祭日であった。昭和23年交付の国民の祝日に関する法律により勤労感謝の日と解消されて国民の祝日となっている。なお、固定日の休日の中で最も長く続いている休日である。新滑祭りの意義については天皇が深国を仁義に共進し、収穫を感謝することが本義であるという説。 天皇が大乗を食すことが本義であるという説、天皇が神前で神国を食すことにより、アマテラス大臣の礼儀を身に受けて、それを更新することが本義であるという説などがある。職員令内に、大乗の注釈として、言う、神国を、かつてしてもって、神義を祀るなり、朝は、初心の愛かつて、祭り、夕は神国を子孫に供するなり、とある。また、 九州非蓄伝には、大上映者、神前の友神、第一の大事なり、非じなり、とある。そのため、一般には、天皇が申告を神儀に、友神する、収穫感謝の祭りと解釈されることが多い。しかし、演儀式に見える、大上祭のノリとには11月中、海見天と見家の、縁護職投稿をお孫命の大上を儀ため、小事。 すめかみ当初、うまめの日ささぐ亭とあり、すめらおまご命が大乗を聞こしめすことが、新滑祭りの目的であることを、鈴木主芸や元通りのりなが指摘している。また、大乗祭に際して発せられる、中富の世元の中では、高間の原に神止まります。高新人路義神のみ命持ちて八百万神等を、かしわえたばいて、高村のみこは、高間の原にことはめて、 豊タ吉ヨの水穂の国を暗黒と、平景区城を示して、天津ひの天津工業座に、ござしまして、天津午前の朝午前の縁午前と、千秋の五百秋に、水穂を平景区安らけく、湯庭に城示せと、ジイサ祭りて、天下しましし、あとに、とあり、湯庭の稲穂をもって、水穂の国を実現することの重要性、その祈りを込めて、それを聞こしめすことの意義を述べている。 また一説には、太陽の光を受けて成長した稲穂には、酵素神、太陽神であるところのアマテラス大臣の礼儀が、こもっており、ニニギの御事の子孫である天皇が米を食すことにより、アマテラス大臣の礼儀を身に移し、それを年々更新することが、ニイナメ祭りの意義であると考える説もある。この説の根拠としては、本来、ニイナメ祭りが挙行されていた、 旧暦11月の2回目のうの日は、太陽の力が最も弱まる当時に、近く、さらにうの日は、陰陽古行思想に従うと再生、更新を意味する日である。また、新目祭りが行われる異国は、最も太陽の衰えた時刻であり、その影極まった果てに意味こもって、夕午船を主食して、 日陣の礼を身に対し、古国には一旦退出するが、暁の虎国に、再び新家電に入る朝、三毛を食し、復活した太陽をイコール日陣と共に、天皇としての霊性を更新し、若々しい日の巫女、質疑の巫女として権限すると解釈される。新滑の語源については、諸説ある。今後では、二船み、二ひな二にひ二へ、に二なひ、に花み、に花ひ、 二平なみなど、さまざまな、呼ばれ方をしていた。元との利なは、古事記伝において、二平なへは、二平のあへの教の、約語で、二平は、二平あへの訳言である、と唱え、この説が長らく主流であった。西宮和民は、元と説に対して、二平なへイコール、真の教で、二平と等しく、二平が、二平あへの、約語ならば、ののうむで、二平なへと、 ニへという二つの語形が生じたことになるが、ニヒアの訳はニはへであり、ニはへはニへとはなり得ない、と論じた。その上で、古典の中からより、ニひなへ、ニへは同じ意に用いられていることがわかる。これらはすべて、ニへに派生する単語であり、なふという派生語尾がつくことによって、ニはなヒ、ニひなへの区別がついた、と論じた。さらに、古代中国では、 稲の祭りを、かつて祭りと言ったことから、これを当て字にして、かつてとなったとされる。やがて、深刻イコール初物という連想から、真の字が完成られ、さらに、かつての訓読みである、舐めに引きずられて、にひなめに転じた。折口忍は、に花日、にふなみ、にひなめ、にへなみの4つの語の、にへ、には、にふは、にへと、同語根としている。さらに、 二滑祭りを五国が成熟した後の二えとして、神に建て祭る時の物意味、精人の生活であるとしての意味が短縮されて波となったとしている。工藤隆氏は、一漢字一山戸語表記で読みを伝えているのは、日本初期、有略天皇記の慈悲な兵と万葉集巻14、あずま唄の地沼の,の波だけであることを挙げ、中央の二悲な兵よりも東方の ニフナミの方が固形を伝えている可能性があるとした。その上で、中部伊東の日本の広い地域で、稲積をニホニューに近い名称で呼んでいる。ニフニューなどがウブヤを意味することや、マレー半島の収穫儀礼において、稲魂の誕生が人間の出産になぞらえられていることを踏まえて、ニフの意味がニフナミに変化したという説を述べた。新家電の都のうちにカンザ、ネ ギョザが設けられる。これは、ニーナメ祭り当日の午後に、商店長以下が奉仕して用意するものである。カンザとギョザは、相対して、伊勢神宮の方向を向いており、根沢は、カンザ、ギョザの東、との内のほぼ中央に南北に敷かれる。御祭服は、大城祭の雪戸の野木、月伝の儀及び、ニーナメ祭りの時にのみ天皇が着る。 天皇の着る神事の服の中で最も正常をかつ、神聖な服装で、純白性織りのまま抜きの字で制作される。冠は、作の冠で、白ひらぎぬで幅子に絵を結びつけている。また方は、おとぎごろもと言われ、普通の仕立てと異なり、右服という列が欄の上にあり、欄は入り欄になっていて、あり先はない。神聖として、以下のものが供される。まず、 新滑祭りの前日に、両騎殿で、鎮魂祭が行われる。鎮魂祭には、新滑祭りに望む天皇の霊を強化するという意義があるとされる。かぐらの奉納が行われる。新滑祭り当日、14時に、宮中三殿で新、新滑祭り検証、恒霊殿、神殿の儀が行われる。この儀式では、天皇に代わり商天職が、宮中三殿に新仙と平白を捧げ、 大敗を行う。また、午後に、商店長以下が、新家電内の母屋に寒座、寝座、魚座の法案を行う。夜、新家電の儀が行われる。まず、自重が剣持を、東宮自重が、壺切り御剣を法案する。ついで、皇太子が、再開目浴し、東宮便殿で裁服に着替え、天皇より先に、進化殿に入り、漁座に着く。ついで、 天皇も再開目浴の後に、両軌伝で白のご在福を着用し、松明の明かりが照らす中を、新家殿に投与する。この時、学士により、かぐらが奏でられる。次に、新鮮行律が行われる。天皇は、新家殿内の母屋で、神座の前の餃子に正座し、新鮮が用意されると、お蝶寿の後、古来のやり方に乗っ取りピンセット型の竹橋で柏の、 はの皿に神仙を移し、神前に備える。親友が終わると、自ら、天照大臣及び、天神地にの所信に五国分を創上する。この時、皇太子は座を立ち、南美佐氏の間の中央の座につき、拝礼する。とばり者の参列者は起立する。続いて、とばり者の参列者が、正面開花で拝礼する。その後天皇が、 神前に備えたものと同じものを食す。それが終わると、配前うねめの奉仕で神仙が下げられ、天皇は、お長寿の後、両期殿に完御する。この後、天皇は、両期殿で、再び再開目浴、行為、新家殿へと御し、全く同じ所作を再び行う。この二度の所作をそれぞれ、遊後線の儀、朝見家の儀と呼んでおり、 旧礼ではそれぞれ、異国から古国及び、虎国から宇国、現在は18時から20時及び23時から1時に行われている。奈良時代頃から平安時代にかけては、新目祭りの翌日に、豊明節へが行われていた。新目祭り当日には、神宮でも、下空と内空で神戦を備える。また、神宮に直視を使わし、 下空、内空の順に平白と五国を備える。神宮では両宮に引き続き、7日間かけて関連する、すべての旧社で新目祭りの一連の儀式を行う。出雲大社では同じ日の夜に古原神かつて祭りが、採行される。祭典に用いられるすべての食事が、熊野大社から切り出された、神聖な日で調理され、釜の神を安置し、 神職が、おじゃれまうイッコールおいでませと唱えると、出雲国像が三神する。神職は、怪獣の川の上に、新家調理の深刻玄米の怖い、人よ酒を置く。国像はこの供物を四方に献じ、相かつてする。その後、はがため神事、百番の舞、釜の神事、神おろし、五千位祭りなどの従儀が行われる。ありがとうございます。